このお三方が揃ったのは、あの重なっているのは2017年が皆さんご一緒にいらしたんですけれども、そこからもう7年経ちました。この7年間どんな日々を過ごしていらしたか、あのご挨拶を含めて簡単にちょっと一言ずついただけたらと思います。お願いします。あ、皆さんこんにちは、ご無沙汰してます。山口洋の離れた後、あの転々としまして、はい、いろんなところに行きました。でも今日ここに帰ってきて皆さんの顔を拝見して本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は試合を全部見られて、少しまだ山口も滞在していただけるようなので、ぜひ皆さんお声掛けいただいて楽しいひとときを過ごしていただければと思います。そして福本さん、おかえりなさい。ただいます。皆さんご無沙汰してます。お久しぶりです。2017年18年とレノファ山口に在籍して、でその後地元が九州大分なので、大分の JFL のチームで1年間サッカーをして、引退をしました。でその後セカンドキャリアというところで、社会人としてサラリーマンを福岡の方で3年していて、ただどっかで山口でもう一回、ご縁があったらなっていうのは思っていたところで、山口の、会社、選手の時からお世話になっていた会社の方でちょっとお声掛けをいただいて、ご縁をいただいて、1年半ぐらい前からひっそりと山口に帰ってきました。はい、でちょっと今一生懸命というか働いて力をつけて、またこういうタイミングですごくいいご縁をいただいたので、今日参加させてもらいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。今セカンドキャリアという言葉がありましたけど、なんかすごい資格を取って戻ってこられたんですよね。宅建っていう資格、はい、今不動産会社、山口市の不動産会社で働いてるんですけど、宅建を取って、ちょっとその時はどんな資格か分かんなかったんですけど、すごい、はい、取って、ぜひ今いる選手も、はい、将来にかけていろんなことを考えていかなきゃいけないので、はい、アドバイスしていっていただけたらと思います。はい、ちょっと先に走ってアドバイスできるように頑張ります。ありがとうございます、はい、そしてそしておかえりなさい、鳥飼さん。いやいや、僕は自己紹介いらないでしょ。え、僕は自己紹介いらないじゃないですか。7年間何やってたんですか。いやもうね、皆さんレノファ山口の OB として一番山口を愛する男、鳥飼です。よろしくお願いします。ふぅ、お願いします。言い切りましたね、はい、まあね、今もう皆さんご存知、一票入れた人も入れてない人もいると思いますけれども、ね、レノファのためにも毎週毎週、はい、今週2回ぐらい出てくれてありがとうございます。いやいやいや、もう本当に楽しませてもらってます、はい、ここ試合の後のは2017年も山口一番でやってたんですか。やってました。え、監督はそのメンバーの中に入る方だったんですか、それとも見てる方だったんですか。勝ったら前に並んでましたので。ああ、本当ですか、はい、皆さんの声をたくさん聞かせていただきました。へえ、はい、負けた時は一番深々とお礼してくれてました。お礼というか、お礼というか、すいません、まあ、お詫びというか、深々一番やってくれてました。ですね、取り替えのせいです。はい、ごめんなさい、僕のせいです。僕のせいです。福本さんはどんな感じだったんですか、その積極派なのか、あるいはまあ並んではいるけれどもみたいな。どう、皆さんの目にどう映ってたかあれですけど、はい、来た時結構割と年長者です、はいはい、まあ、その後坪さんが来てまた下がったんですけど、はいはいはい、見守る、鳥飼がそれこそ弾けてるのを見守ってる。そうですよね。バク転爆中したりとか、はい、空飛んだりとか ね、 ね、空は飛んでないでしょ。そうでしたっけ、はい、さすがに、うん、いやもう一人でね、注目を取って。いや、そんなことないですよ。もう僕らの他にも島谷だったりいろんな選手がいたので。確かに確かに、はい、でも今日再会した時に上野さんとしっかり握手をして抱きついて再会をね、キャプテンなんですよね。キャプテンに上野さんがこうやってくれっていうことをキャンプ中に言っていただいたのが非常に思い出深いですね。で、山口一番の時に、はい、まあ、特にホームでね、例えば開幕戦も勝ちましたけど、結構その今のレノファだと平瀬選手とかキム・ボムヨン選手とかもう表に出てすごい引っ張っていくじゃないですか。ああいうの見たらちょっと入りたくなったりしないんですか。いや、僕はそこまで一番前にいる感じでもないですよ。たまに点取った時だけ行くだけなんで、そんなそこまで僕もできないです。今日勝ったら入りますか。いや入らない。勘弁してください。坪井さんもいるし坪さんもいるし。坪井さんどんな感じだったんですか。え、坪井さんはどんな感じだったんですか。
坪さんは前に出てやるタイプではそんなにないですね。やっぱり、まあ、やっぱりベテランかどうかとかそういうのあるんですかね。はい、しっかり下から支えてくれるっていう。坪さんはそうですね。ただ一言一言がめちゃくちゃ重たいんですよ。毎日もう練習終わって帰ろうかってしたら、坪さんがあの大きいトラックのタイヤを、はい、ハンマーで叩いて、ね、バコンバコン叩いて、あいつすげえ、まだ練習やってると思いながら、そんな坪さんが言う頑張ろうっていう言葉が一番今まで響きましたね、頑張ろうの中で。え、トラックのタイヤをハンマーで叩くのがこれ筋トレなんですか？筋トレですね、はい、すごい瞬発的な力を下ろすっていうトレーニング、はい、昭和？いや、そう、昭和、そう、あの人昭和のトレーニング多いんですよ、うん、すごい時代だったんですね。でもすごいです。まあまあ確かにあの平成からね、はい、あの令和に変わるちょうど端境のところですもんね、はい、7年前というとね、はい、じゃあちょっと変わりまして、山口に久しぶりに戻りましたけど、まあ、今回そんなに時間ないかもしれませんけど、山口観光するとか、もしかしたらゲストを連れてくるとか、そんな時があったとしたらどこがお好きですか？やはりこの維新公園が好きです、はい、この優等生な、はい、まあ、もちろんそうなんですけど、あえて観光と申しますと、あの伏野川も好きなんですね。お、はい、あの川べりも好きです。本当ですか？意外とぼーっと行ったりするんですか？はい、上野さんあれですよ、伏野川ずっと散歩してるんですよ試合前も試合後もいつでも伏野川行ったら会えるキャラクターみたいなそれ見つけたら声かけるんですか？いや、僕もなんかご近所に住んでたので相当な確率で出会ってました。反省してました。すいませんでした。僕もっと上手くならないかなと思ってました。すいませんでした。いやいやだってめちゃくちゃね、あの2年で2つもカテゴリー上げていただいて、もう J2 にいるのは上野監督様々ですからね。本当皆さん改めて上野監督お礼を言いましょう。拍手その後ね、あのなんとかみんなで守りつないで、今もなんと J2 にいるんですよ。それもすごいですよね。すごいですよね、結構ね、すごいこと。あの頃のレノファ、一番何が良かったですか？あのチームの強さ、あ、じゃあ鳥海さんから。いや、僕からじゃないって、はい、だから、まあ、俺以外で、はい、いやだからその、なんだろうな、最初は僕らが来た頃は、はい、知名度もそんなに高くはなかったんですけど、うん、それをやっぱりクラブの人たちと地域の方々、ボランティアの方々っていうか人たちと一緒にこのチームを広めていこうっていうところから始まったのがすごく印象に残っていて、でそこからやっぱりその輪がどんどん広まっていく様子をこの山口で見れたっていうのは、でそれをきっかけにしてくれたのも上野さんだったなっていうふうに思ってますね、はい、そのね、鳥海さんはカテゴリーを3つ上げた原動力でもありますし、迷惑もかけましたけど実際ご自身も、はい、そのね、J2 に上がったままそのまま J2 でずっとやられてて、はい、カテゴリーを一番上げられたわけですか、じゃないですか、はい、あの昔の鳥海さんは、はい、ハングリーだったんですか？いやもうそうですね、そこを売りにしてたぐらいですね。まあそれで僕が山口に来るきっかけは上野さんから一緒にやろうっていう声をかけていただいたのもきっかけに、うん、で僕のやっぱそういうボールへのなんか執着心とか走力とかいろんなところを評価していただいて呼んでいただいたんですけれども、やっぱり迷惑をかけてしまったんで、いや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 活躍してくれましたよ。おーおー、やっと褒めてくれた鳥海さんのおかげで J2 ですから。いやいや違う、ありがとうございます。全然違うんです。え、だけど上野さんのサッカーをやらせてもらった時に、はい、めちゃめちゃ勉強になりました。ここで上野さんのおかげでサッカーってこういうスタイルがあるんだなっていう新しい発見をいろんなところで学ばせてもらったかなと思います。レノファの特徴とか良いところっていうか、当時あって今もあるか、もしかしたらあるかもしれないし、もしかしたらあの見えてこなくなってるかもしれないですけど、そのレノファがあの脈々と続けていかなきゃいけない部分って何だと思いますか、鳥海さん。そうですね、まあ、上野さんがやってくれたことはもう超攻撃的サッカー、前に進む力っていうのを非常にこうベクトルをやっぱりゴールに向けるっていうところは非常にやってくれてましたし、今は逆にこうしっかり、逆にじゃないな、守備のところでの構築っていうのも非常にやってくれる監督がいるので、でもその中でもベクトルは常にゴールに向かってる、素早い攻撃でいろんな選手がゴールに向かってる姿勢をこの今シーズンは特に見せてもらってるので、いいとこプラスアルファをどんどんできてるのかなと思うので、でもまあ連勝ができてない
っていうところは今の課題でもあると思うので、はい、やっぱりこうシーズン通してマネジメントをどれだけできるかっていうところは大事かなと思います。ありがとうございます。そうなんですよ、連勝できないんですよ。上のレノファはすごい連勝したんでしょ。何連勝ぐらいされたんですか。連勝マックス、あ、忘れましたね。連勝は勝って当たり前な世界でしたもんね。まあ負ける気はしなかったですね。はい、福本さんから見るとあのどこがあのレノファとして繋いでいかなきゃいけない部分だと、まあ、これから、ね、山口にお住まいになって引き続き監視今度強く見ていただけると思いますので、どういう部分かと思うか教えてください。僕がいた2017年は結構苦しくて、あの上野さんが途中で退任されて、で試合もなかなか勝てなくて、けど僕はあの本当に印象的だったのは1回も多分ブーイングされたこと本当になくて、勝てなくて、もうで負けた試合でもなんかこう自分たちが主導権握ってやってる、まあ、上野さんがサッカーがもうボールを自分たちが持って主導権を握って攻めていく、そういうサッカーを志向されて、僕もそのサッカーに惹かれて山口に移籍を決意したんですけど、あの勝ち負けはやっぱりあると思うんですけど、主導権を握って、まあ、負けた試合でもやっぱり維新の雰囲気ってなんか他のサポーターにジャックされたことがない気がしてて、だからそのやっぱり温かさもそうですし、まあ、このミライフスタジアムを中心にしての盛り上がりとか、それは続けていかなきゃいけないし、もっと輪を広げて、もっとここをこうなんですか、震源地にして広まっていけばいいなっていうのはすごい思いますね。ありがとうございます。もうぜひね、そのもう皆さん温かく熱量あるんですけど、さらに上げていくために、はい、福本さんの力をこれからもお借りしていこうと思ってますんで、いやもう一緒に応援したいと思います。ありがとうございます、はい、あのその上のレノファに入られたってことは、はい、上野さんに直接口説かれたんですか。僕あの上野さんに口説いていただきました。あ、そうなんですか、はい、あの上野さん対面で話すとめちゃくちゃ熱が入るから、はい、断りづらいですよね。すいません。いやいやいや、あのもうなんか狙った獲物は逃がさない感じね、ありますよね。けど本当にあの大阪であのちょっとあの事務所でというかあのお会いしたんですけど、上野さん本当一人で、まあ、すごい荷物抱えて、あの多分スーツにランニングシューズ履いて、あの来てもらったんですよ。忙しい間縫ってもらって、で山口をこうしてとかっていうビジョンも聞いて、でその前年試合やってめちゃくちゃ強かったんですよ、レノファが。でなんで選手は正直取り替えはあの有名だから知ってたんですけど、他の選手はあんまり正直面識もなくて、ただみんなめちゃくちゃ上手くて、どうしたらこんななるんだろうっていうので口説かれて、はい、まあ、そうですよね。だ山口に J リーグチームがあるっていうのも、まあ、おぼろげだったと思いますし、はい、まあね、あのすごい経歴でアンダーの代表からでキャプテン務められたりとかね、はい、そういった中であの山口に来るとかっていう時は相当覚悟は必要だったと思うんですけど、はい、まあ、上野さんのね、時代はもう出ずっぱりでやっていただいてて、いやそれがちょっとあんま怪我していないちょっとそうでしたっけ、いまいちちょっと上野さんのお役に立てなかったらすっごい心残りなんですけど、けどもう僕もやっぱりサッカー感変わりました。はい、ありがとうございます。何の質問しましたっけ僕今。あ、上野レノファから脈々とつないでいかなきゃいけないもの、上野さんから見てどんな感じでしょうか。あ、でも今すごくあのまとまって一丸となって戦っておられるので、はい、この調子を続けてほしいと思っています。はい、ありがとうございます。やっぱりね、あの一時代を築いていただいた上野さんにこう言っていただけると本当に励みになりますし、あの本当に今またこう山口が一つになりつつあって、今日ね、あのちょうど山口松田さんの冠マッチなんですけど、まさにあの山口を熱くする中心は皆さんということでね、あのぜひ盛り上げていきたいなと思うんですけども、はい、あともう少し時間あるのかな。はい、なんか質問あります？一人全然用意してないというね。あそこに山口の志を胸に。僕聞いていいですか。あ、どうぞ。上野さんがやっぱ一番思い出深い試合は聞いてみたいなと思ってて、うん、やはりあの鳥取の、はい、J3 から J2 へ上がった試合が一番印象的です。あ、僕が唯一出てない試合か。あの時出てませんでしたっけ。出てました。僕唯一あの試合だけ出てないんですよ。怪我、いや怪我じゃないですよ。ベンチにはいて、これこの間のトークショーでも言ったんですけど、最後に僕とキヨさんがベンチにいて、はい、
で、まあ、今までの流れだったら僕だろうなって構えてたら、キヨって言われて、あ、出れないんだと思って。で、そしたらキヨさんがすぐ点取って帰ってきたから、もう泣いて喜びましたけど。あのヒーローになり損ねたわけですね。いや、だけどもう僕だったら入ってないんで、はい。いや、そんなことはないでしょうけど、でも私自身、まだ当時は東京住んでましたけど、鳥取の試合行ったんですよ、あの日。で、あの場にいて、やっぱり強い印象を見てたので、まあ、レノファに何かできないかなっていうことで今こうしてここにいるんですけど、あの試合があったっていうのは僕にとってはすごい大きい出来事なんですよね、はい、ですよね。多分あれはもうレノファ史上ベストゲームと言っても過言ではないぐらいですね。そうですよね、はい。陽平くんはあります？はい、いや、ちょっとこの後に話すと弱いな、だいぶ弱くはないです。僕だけ一番印象に残ってるのはやっぱりホーム開幕戦の福岡戦、一番自分が最初に来た年だったんですけど、 あの時のなんかピッチの景色っていうのは未だになんか忘れられないですね。で、試合ちょっと2対1で負けちゃう試合であれなんですけど、その時もすごい入りましたよね。はい、はい、8000人とか、うん、ですね、すごい入りましたよね。景色が一番印象に残ってますね。そうですね。その時、その福岡戦にいらした方いらっしゃいますか？多い。おー、すげー、ありがとうございます。まだ半分ぐらいの方が変わらず応援してくださってますね。ありがたいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鳥海先生は？僕はアウェーセレスト戦、あ、4対2ですね。まあ、僕自身も2点取らせてもらったんですけど、それを取る前に上野さんにケツバチンしばかれて、ちゃんとせーみたいな感じで怒られて、はい、頑張りますって言ったら2点取れたんですよ。すごいですよね、火つけてくれましたね。素晴らしい得点だった。いや、でもその勝利のおかげで、はい、こっち帰ってきた試合は、うん、ここはほぼ満席になりましたからね。いや、そう、14,500 かな、はい、すげー、すごい、もう過去最高の入場者数の試合じゃないですか。はい、セレッソ戦、こちら側の戻ってきた試合にいらした方、ボロ負けした試合ですね、多分。やっぱ多いですよね。すごい、やっぱ期待して皆さん集まっていただいて、はい、そうですね、はい、でもなかなかやっぱり連勝って本当難しいんですね。うん、でもそこの監督的なそのメンタリティはどうなんですか、連勝に向けて。勝った後は難しいんですか？はい、一戦一戦もう勝つことしか考えてませんので、あんまり連勝とかは考えてないですね。はい、常に言ってましたよね、一戦一戦っていうことは。僕ら選手にも伝わってましたね。さっきの鳥取戦に深掘りするんですけど、最後の1枚平林さんにしたのは何がきっかけで、決め手だったんですか？聞きたい、僕も聞きたい。事実を言っていいんですか？いや、事実を言ってください。事実を聞きに来ました。いや、清野が点取ってくれると思ったんです。あ、それ直感ですか？すげえだけど、でも実際ね、アディショナルタイムも8分ぐらいあって。そうですね、5分のはずがどん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 伸びて、でもすごく迷ったんですよね。で、取り替えは大事なところで、セレッソ戦もそうでしたし、2点取ってくれましたし、いろんなところで点取ってくれたので本当に悩みました。でも取り替えでも点取ってくれたと思います。いやいやいや、いや、私もそう思います。もう遅いでしょ。まあ、でも、まあ、そういったところで常にニュートラルに選べるのが上野さんの強みだなって僕は思ってるんですけど、はい、こんな楽しいトークショーなんですけども、時間40分までしかいただけなかったので、後でね、場内でも上野さんの挨拶少しありますので楽しみにしていただいて、じゃあ最後にですね、レノファサポーターの皆さんに一言ずつメッセージをですねいただきたいんですけども、じゃあおかえりなさいの鳥海さんから。僕はいらないですよね。もう皆さんのたくさん喋って、改めてこのメンバーが揃った時の鳥海さんに戻っていただいて、はい、メッセージを。そうですね、まあ、上野さんと共に戦わせてもらった時代から、まあ、本当今日この日まで本当にたくさんの応援ありがとうございます。もう今日も本当新たな歴史が積まれるような試合になるかもしれませんし、それをしっかり後押ししたり、そういうゲーム作りをするのも皆さんの力が本当に必要だと思いますので、ぜひ今日も悪天候ですが本当にもうたくさんの応援をよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。山口に帰ってきて本当たまにレノファにいたって言ってもらえるんですよね。すごくありがたいことで、それはやっぱり、まあ、上野さん取りたいが作ってきた、レノファを作ってきた、で、まあ、小山会長がバトンタッチして今作ってらっしゃる、存続してるからそういう声をかけていただける、すごいありがたいことだなと思いながら山口で生活してます。で、僕もレノファが盛り上がるためにちょっとでもできることっていうふうに思っていますし、
まあ、今日の試合も盛り上がってちょっと雨降ってますけど悪天候に負けないぐらいこう皆さんでいい思い出を作れる試合で皆さんで作っていただけたらなと思ってます、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん雨の中本当にありがとうございます。会長もありがとうございます。はい、こちらこそ。これからも一丸となって、はい、戦っていきましょう。よろしくお願いします。いつもこんな感じですよね。いや本当ありがとうございます。今日は山口の志を胸に全員攻撃全員守備で今日どうもありがとうございました。頑張りましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。